1933年証券法。1933年証券法。1933年証券法。A. サキュラティス・アクト・オブ1933は、アメリカ合衆国における証券の発行市場、一時市場を規律する連邦制定法である。1929年の株価大暴落に続く、世界恐慌の課中。1933年5月27日に、 制定された法律であり、以下に法典化されている。1933年法と呼ばれることもある。合衆国憲法の週刊通商条項に基づいて制定されており、週刊通商の手段、方法を用いてなされる証券の募集または、販売について免除自由がある場合を除き、同法に基づく登録を行うことを義務化している。同法は、 証券の募集及び販売を規制する最初の大きな連邦法であった。それまでは証券規制は主に州法、いわゆるブルース解法によって割れていた。連邦議会は1933年証券法を制定した際、当時の州証券法は連邦法を保管するものとして残した。それは一つにはこの分野で連邦法を制定することについての合憲性の 問題が残っていたからである。ニューディール政策の一環として、ベンジャミン・ビクター公園、トーマス・コーコラン、ジェームズ・ランディスによって起草され、フランクリン・ルーズベルト大統領によって署名れた。1933年証券法は、二つの基本的な目的を有している。証券法の基本にあるのは、証券を募集しようとする会社、発行者は潜在的な投資家に対し、 情報に基づいた判断を可能にするために発行者及び当該証券についての十分な情報を提供すべきあるという考え方である。潜在的な投資家に情報を得させ、証券市場における公正な取引を促すという目的の達成に資するために証券法は発行者に対し発行者自身及び証券の発行条件についての重要な情報を 公に開示することを求めている。情報開示、ディスクロージャーには、悪しき行動を事前に防ぐという別の効果もある。連邦最高裁判所裁判官のルイス・ブランダイスは、日光は、最良の殺菌罪であるという傾向を生んだが、これは、証券法に流れる哲学の一つでもある。重要な情報の開示は、証券取引委員会に対する証券の登録を、通して行われる。 SEC は証券市場の監視及び連邦証券法制の実施について責任を負う、主たる連邦の行政機関、エージェンシーである。SEC は1934年証券取引処方に基づいて設立された。証券取引処方の制定以前は、証券の登録は連邦取引委員会に対して行われていた。一般的に、 アメリカ合衆国において公衆に対し募集または販売される証券は SEC に届け出書を提出することによって登録されなければならない。発行者の証券を潜在的な投資家に対し勧誘する際の文書である目論見書も通常届け出書と共に提出される。SEC は発行者が証券を登録する際の関連書式を定めている。書式では 次の事項が要求されている。届け出書及び目論見書は SEC に提出された後、間もなく公開される。届け出書きは SEC のウェブサイト上で、エドガーというシステムを用いて閲覧することができる。届け出書きは、情報開示の要件を満たしているか否かについて SEC の審査を受ける。発行者が届け出書または目論見書において、虚偽の情報を記載し、 または重要な事実を記載しないことは違法である。すべての証券の募集について SEC への登録をしなければならないわけではない。例えば次のような免除自由がある。登録義務のある証券であるか否かに関わらず、証券法は証券の募集または販売に関連して詐欺的行為を行うことを違法としている。詐欺によって損害を受けた投資家は 証券法に基づいて、損害回復の訴訟を提起することができる。証券の発行者、引き受け人または、ディーラー以外の者が行う取引は、証券法4条により、登録義務が免除されており、ディーラーの行う取引も同法4条により、多く免除されているため、発行者を除けば、引き受け人に当たるか否かが、登録義務の有無について、問題となる。 引き受け人とは、証券の譲渡をする意思で発行者から購入したもの、または、証券の譲渡に関して発行者のために募集もしくは、販売を行うものを言うと、証券法2条で定義されている。そこで、発行者から死母などの形で直接証券を取得したものが、それを他人に譲渡、再販売しようとする場合に、再販売者が譲渡をする意思で取得していたかが問題とな。 上等する意思でという要件は主観的なものなので、その客観的な判断基準を定めたのが SEC の規則144である。規則144によれば、発行者から死亡により取得した証券は制限付き証券となり、それを無登録で再販売するには、次の要件を満たさなければならない。合併、企業買収で証券を取得した場合も、規則145により、 規則144の再販売規制が課せられる。国外における証券の募集については、証券法5条の登録義務が課せられない。SEC は、証券の募集がどのような場合に、国外のものとみなされるかについての基準、レギュレーション S を設けてい、これには発行者に関するものと再販売に関するものの2つあるが、いずれの場合も、 証券の募集及び販売がアメリカ合衆国の外で行われ、かつ募集関係者、発行者、募集を支援する銀行、及びそれらの系列会社等が、指図に基づく販売の努力を行わないことが必要である。その証券について、実質的な米国市場の利害が存在する発行者についてはいかなる募集及び販売もアメリカ合衆国の人、物理的に アメリカ合衆国の外にいる米国市民を含むに対してなされてはらないという要件が加わる。証券法補助は主にアメリカ合衆国の投資家の保護のための規定である。そうしたことから SEC は海外取引の登録について強制的な手段を用いることには慎重である。登録義務に違反した場合、発行者及び証券引き受け人は 証券法11条、12条または12条により、民事上の責任を負うことがある。なお、証券取引処法、規則10ビットから5に基づき別途責任が課せられることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。